鼻水が止まりません。はい、ということで今回もやっていきましょう。どうも花粉症です。あ、花粉症じゃねえよ、どうもラルでございます。ということでまた名前間違えたよ。まあいいや。ということで今回もですね、スマホ版にゃんこ大戦争、今回はほんわかの方ですね、引き続きやっていこうかなと思います。ということで今回もですね、まあ花粉症で戦いながら、やっていこうかなと思うんですけども、今回ですね、ちょっとまたね、再チャレンジしようかなと思うんですけども、新レジェンドステージのですね、こちらナシゴレンっていうステージのね、最後の、ステージなんですけども、こちらでございますね。魚足魅惑のマーメイドのね、ステージなんですけど、この最後にね、出てくる、まあ、ここのステージ新しく出てきましたね。ちょっと名前わかんないんで、一旦ちょっと敵図鑑に行きますかね。はい、ということで、こちらでございますね。マーさんということで、すごいなんかストレートな名前ですね。マーライオンのマーって何を、テーマに、探求の旅を続ける石像、攻撃するときに必ず小波動を放ってくる危ないやつということで、とりあえず、今回こちらのね、また、敵キャラでございますね。マーさんにね、戦いを挑んでいこうかなと思います。ということで、まあ、このキャラクターに関してはですね、そう、なんだっけ、ガラケーのね、にゃんこ大戦争で、出てきたらしいんですけど、ちょっとガラケー版やったことないんでね、ちょっとわかんないんですけどね、もしね、ガラケー版ができる機会があればやりたいなと思うんですけどもね、ちょっとやり方わかんないんで、ちょっとガラケー世代じゃないって言ったら、あれなんですけども、まあいいや、後でちょっと調べようかなと思います。ということで、とりあえずですね、今からちょっと編成の方、これあれかな、以前やったやつかな、ちょっとまた新しくね、なんか、ふざけた編成の方をちょっと組んで、戦っていこうかなと思うんで、いったかつ。さあ、ということで、早速ですね、やってみようかなと思います。ということで、まずはですね、ラーメンと猫タコとニャンマの3種類でですね、とりあえずやってみようかなと思います。もしね、サクッとクリアしてしまうんであればね、とりあえずキャラ数また減らして、次は2体でちょっとやってみもいいんかなーなんて思うんで、とりあえずね、やってみましょうか。はい。ということで、もう完全にもうこれね、ニャンマゲーになってくるとは思うんで、まあいかにちょっとこれが早めに倒せるかって感じでございますかね。この後取り巻きの方が出てくるんで、それがとりあえずね、まあ先にマーさんが倒れればって感じなんだけど、でもどうだろうね、猫タコが入ってるんでね、若干多分楽になってるんじゃないかな。この間ね、実況した時は確か入ってなかった気がするんですけどもね、どうだったの？入ってたらちょっと申し訳ないんですけども。どうだろうね。まあいいや、そんな感じで。まあ今のところ問題なさそう。あ、来た。おお、っていうことで、倒れましたね。っていうことなんで、あと残りのこの2体が倒れれば問題ないっていう感じなんで、意外とサクッと倒してね、いっちゃうもんなんだね、これね。ちょっとびっくりしたわ。いやー、っていうことで、じゃどんどんなんか舐めた編成とかでもなんかできそうな気がするんでね、また今後ちょっと、考えてみようかなと思います。まあ今回はちょっと完全にね、ニャンマ任せにはなってしまいましたけれども、まあとりあえずこんな感じで3種類の方は、無事クリアできそうですね。はい、ということで、こんな感じですね。よーし。ということで、とりあえず、次はちょっと2種類で攻めてみてもいいかなと思うんで、やってみましょうかね。さあ、ということで、クリアでございまーす。よし。さあ、ということで、次は2種類ですね。ラーメンとニャンマのこちらの2種類で、もう完全にちょっと舐め腐ってますけれども、やってみましょうか。で、とりあえず、初っ端からニャンマ投下して、で、できるだけちょっとダメージの方はね、与えとこうかなという感じですね。で、本能の方がちょっとね、上がりきってないのがちょっと正直なところなんで、まあ、これも後でちょっとね、ニャンマの、波動のやつかな、上げとこうかなとは思うんですけど、そうすると多分、若干もうちょっと楽になってくるかな。多分ね、そこまで上がってないんでね。まあいいや、ということでどうだろう。まあ、なんとか生きるかな、これ。おー、でも2周でもなんとかなってない？ほら、来たね。で、とりあえず2周目が来てるんで、とりあえずこいつで抜けられれば問題なさげじゃないかな。正直、マーさんさえ倒れれば、この2周目は正直ね、ラーメンだけでもね、いけちゃうと思うんで。こんな感じでとりあえず、あ、やべ、ニャンマ消えたんだけど、あ、やっぱ2種類だと若干ちょっと微妙かな。でもよう頑張ってるような気がする。ラーメンの方がもう頑張ってね、もうヘドバンしてるんで、とりあえずニャンマの方がもう少し出せるんで、もうでもよし、OK っていうことで、こっからだね。こっからどうだろう、殺意のワンコがちょっとタイミングが悪いんで、あ、OK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 。 そう、ラーメンでノックバックさせるとね、ニャンマのね、通行の一撃出せないんで、通行の一撃っていうか、まあ普通の攻撃なんですけどね。あ、倒れた。よし、OK。 よし、
なんとかとりあえず2種類でもいけましたね。まあいいや、あとはとりあえずこっからは、ちょっとね頑張っていきますかね。こっから負けることはないとは思うけど、ちょっとね手を抜くと負けてしまうので、あとりあえず手を抜かずにちゃんとキャラクター出しながらって感じかな。そうだからニャンマがね、うまく攻撃が入ってくれればいいんですけどね、何分ちょっとねラーメンと、攻撃でノックバックさせてしまうので、ほらこんな感じでねニャンマの方がねサクッと垂れてしまうんですよね。なんで結構モロハな剣な感じがしますね。結構ノックバックが多いキャラクターらはね正直ちょっとね厳しいところかなと。まあこれはもう当たり前の話なんですけどもね。あ、やべまずいぞこれ。これもう負ける。待って負けちゃダメ。これはさすがにここまで来たらとりあえず勝ちましょう。まあ、今回はちょっとね勝ち逃げで動画の方は終わりにしたいんですけれども、あどうだろう。 OKOKOK バリアの方も割れまして、あとはどうだろう、いけるかな。よし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 、 OKOKOK でニャンマのもう一体出せそうだから、あともう少しだな、もう少し。OK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 、ああ大丈夫か。あ、おし OKOK、 これで大丈夫じゃないかな。よし、ということなんで OK。おーということで2種類でもいけましたね。まあ、またとりあえずなんか違う編成でもね、今後、まあ、もしやる機会があればやっていこうかなと思います。まあ、ネタがなくなったらこういうのやろうかなと思って、よろしくお願いします。はい、ということで終了でございます。はい、ということで、ちょっと尺が余ったのでね、とりあえず、ニャンマのところをね、ちょっと飾り像の方に入れてやってみようかなと思います。ということで、まあこれ序盤からどんどんちょっとキャラクターの方ね、出していきましょうか。あ、やべえ、これちょっと待ってよ。バリア割れるかな？ちょっと待ってよ。まあやってみるか、とりあえずね。まあとりあえず、まあ割れるんじゃないのこれ。どうだろうね。まあ、なんとかなると信じてとりあえずやってみましょうか。よし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 、OK。で、とりあえずね、まあ割れなくても、まあ、マーさんさえ倒れれば、まあ今回収穫ありじゃないのかなと、思うので、とりあえずマーさんさえ倒れてくれればって感じじゃない。おお、今のところでも問題ないんじゃない？ほらほらほら。いい感じですね。さあ、ということで、こっからかな。どうだろう、倒せるかな。まあ、こっちもあんまり崩れてないと思うんで、正直いけるぞ。まだいける。まだ全然余裕があるんで。まあ、このままちょっとお財布はちょっと微妙なんですけど、殺意のワンコが来るとね、微妙に、お、倒れた。お、いけんじゃん。うわぁ。割といけちゃいますね。まあ、マーさん自体は単体だとそうでもないんですけどもね。ということで、ちょっと長いな、これ。ちょっと、バリアが割れないんだけど、これ。ちょっと、バリアが。